お互いを勝手に解説してみた。今回はレン君の解説動画を私が勝手に作りました。そんな肩書き崩れました。誰が見ても一目瞭然。ここ、まあ、直してほしいというか。なんで弱腰見てる。ここ直してほしいわ。PK のシーンなんだけど。何？助走が長い。お前誰が蹴るんだろう。分かんなくなっちゃった。でもこれ理由あんのよ、ちゃんと。え、あんの？あるある。 PK って助走短いと外れる確率高いんだって。相手のキーパーってリズム取りづらくなるんだって。めちゃくちゃ意味あるじゃん。実はあんのよ、意味。すみません。というわけでこれ直してほしいところに当てはまりません。ありがとう、ありがとう、用意してくれて。どうなったか見ようか。素晴らしい。意味ありましたね。意味ありました。次は、レンのコープレイ。ありがとう、はい、これは厳選してきたのでちょっと見ていただけたらなと思います。うん、まずレンは1個ディフェンスラインでの、はい、うん、ボール持ってる人です。うんうん、はい、素晴らしい。うん、あ、で、決まったのか。はい、ゴールまで決まった。あ、そうだそうだ、あったの。素晴らしい。ありがとう。これいい点が2つあって、うんうん、まず1つはキック精度の高さ、もう1つがボールを運びながら狙った、うんうん、で、ボールを運びながらクリティカルを狙ったいい点として、うん、距離が縮まるから。あ、前線の選手なのね。出してと、うんうん、距離が縮まるからパスの難易度を下げることができる。うん、あとパスの精度もいいから、うん、すごくいいプレーだなと思いました。ああ、ありがとう。けどね、これこのボール受けた選手とかもありがたくて、うん、ちゃんとオフサイドラインの手前から助走をつけて走ってくれて、うん、しかも俺が顔を上げてボール蹴れる状態で走ってくれてるから、うん、本当決めた選手にもめちゃくちゃ感謝して。そう、めちゃくちゃありがたいわ、これ後ろの選手からすると。助走があったらやっぱり出しても蹴りやすいから、うん、狙いやすいっていうのがあるから、すごい原則が詰まったプレーだなっていうふうに思いました。うん、じゃあ次2つ目のいいプレーは、うん、ここにレンいます。うんうん、で、はい、ここです。ハマった状態からでも個人の能力で打開して、あと視野も広い、だからここ狙えたっていうシーンですね。うんうん、あ、でもね、これね、最後蹴ったけど、まあ、ちゃんと相手のサイドバックがこう出てきて、その裏が空いてるところにちゃんとフォワード走ってそこにボール出すっていう、うん、まあ、チームの共通原則があるから、まあ、だから迷わず蹴れたっていうのもあるから、まあ、確かにこれ自分でもなんかいいプレーだなと思うんだけど、うん、まあ、チームの原則あってできることだなと思うから、これは本当シュアムのありがたみというか、そういうのも感じられるシーンかなと思う。はい、そうそう。じゃあ次のいいプレー、うん、セットプレーなんですけど、フリーになるのがうまいっていうのと、うん、落下地点を読むのがうまいっていうのが詰まってるんで、見ていただけたらなと思います。うん、でレンはここにいます。うん、うん、コーナーキックは左か、ね、いきます。うん、で、意外とヘディングがうまい。そうそうそう、俺よく言われるんだけど、ちっちゃいのになんかよくなんか競り勝つなとか、そうヘディング決めるなみたいな、まあ、小学生の時からずっとそうで、そう、身長ないんだけどなんか落下地点入んのもかったりとか、あと身長ない分競り合ったら負けるから、いかにフリーになるかっていうのを考えて、まあ、プレーすると自然とマーク外れるっていう。あと、この見た目だからヘディングめっちゃ決めなさそうじゃん。うん、だから大体相手にほっとかれたりとか、マークつかれるんだけど相手油断して緩くなってくれるとか、そういう、ある、そう、バイアスの力もあるんだけど、あ、まあ、でも確かにヘディングで、そうそう、勝つことは多いから、よく見つけてくれたね、これ。うん、俺も今見て思い出した。ここはいいプレーですね。そう、で、まあ、実際になんかスタッフが撮ってくれてて、直近の試合なんか僕がヘディングとかでなんかマーク外して、まあ、ちょっとチャンス作ってるシーンとかまとめてくれたみたいなんで、その様子ご覧ください。
まあ、こんな感じで、僕セットプレーまあ、この身長なんですけど、まあ、結構フリーになれるっていうことが多くて、でその時意識してるのがやっぱ当たり前ですけど、助走やっぱ裏抜けとかと同じなんで、まあ、セットプレーって、うん、なんで、まあ、ちゃんとこのボールが流れてくる場所にいかに相手より先にたどり着けるかなんで、うん、まあ相手が止まってるとこからそこに戻るよりも、自分がこのオフサイドラインより手前から助走をつけて走って、で蹴った時にオフサイドにかからないようにして、相手より先にそのボールが落ちるポイントに行くっていうのを意識してるんで、で実際こういうのも試合では大事なチャンスになるんで、セットプレーって常に意識してやってます。はい、はい、というわけで、うん、今回はレン君のいいプレーを動画にまとめてみました。はい、ありがとうございます。はい、本当はねもっとねいいプレーがいっぱいあったんだけど、まあ泣く泣くですね。カットせざるを得ない、はい、何それ。この動画をきっかけに、まあ、レン君応援してくれる人が増えてくれたらなというふうに思います。はい、この動画がいいなと思ってくれた方はいいねとチャンネル登録お願いします。お願いします。ではまた次の動画で会いましょう。はい、バイバイ。